販売店ザさんは、イギリスの日刊タブロイド誌。ルパート・マードックが率いるニュースコープ参加の、ニュースグループニュースペーパーズ・オブ・ニュース・インターナショナルによって発行されている。世界で、最も発行部数が多い英語日刊誌であり、2016年10月の発行部数は、約170万部。日曜版に当たるのは、ニュース・オブ・ザ・ワールドである。サンデーさんはさんとは、 関係がない。1982年にフォークランド戦争が勃発すると、武力解決を選択したマーガレット・サッチャーを全面的に支持し、愛国主義的な報道を行った。アルゼンチン海軍の巡洋艦ヘネラール、ベルグラノの撃沈を報じた1982年5月4日の一面記事では、ゴッチャという大見出しをつけた。 この攻撃では300人以上の乗員が死亡した。編集部は被害の大きさを知り後の番では見出しを変更したが、あまりに不謹慎であると批判の対象となった。1989年4月15日にヒルズボロスタジアムで発生し96人が死亡した。群衆事故のヒルズボロの悲劇の記事では、ザトゥルースという大見出しと共に、 犠牲者のポケットから物を盗んだファンがいた、勇敢な警官に放尿するファンがいた、人工呼吸していた巡査を襲撃したとの込み出しを載せた。事故の様子はカメラが捉えており、証拠は一切存在しなかった。リバプール FC のサポーターは激怒し、3の不買運動を行ったためリバプールにおける売り上げは4分の3に減少した。3は2004年7月になって、 初めて謝罪記事を掲載し、2011年にも、ジェームズ・マードックが謝罪した。今日でもボイコットは続いている。リバプールではサンを購入できないキオスクが多く、売り上げも少ない。なお、ジョージ・オブ・ケンブリッジが生まれた、翌日の大事を息子を意味する、座ンに変更している。2017年5月4日、エリーザベス女王の夫である、エディンバラ公。 フィリップ殿下が死亡したとする誤った記事を公開した。2019年6月、ドナルド・トランプ大統領が放映する際のインタビューにおいてメーガン妃を批判したとして報道したが、大統領からはフェイクニュースだとして片付けられている。ありがとうございます。